どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。皆さん夏休みしっかり勉強できていますか？高専入試に向けてこの夏休みたくさん勉強した方が多くいらっしゃると思います。一人一人お悩みだったり勉強相談、もしくは SNS の様子などを見て、一人一人のドラマストーリーを自分の頭の中で想像したり一緒に寄り添って考えてきました。今日の動画はですね、大事なお話があるのでぜひ、時間が許せば最後まで見てもらえるととても嬉しいです。昨年度受講者高専合格率 96.7% こちらマークした高専合格プレミアムパック、こちらのご紹介に、移りたいと思います。今回ね、夏期講習に次いだこちらの講座のご紹介の動画になります。こちらどんなサービスかと言いますと、説明させてください。こちら昨年度受講者高専合格率 96.7% 高専合格プレミアムパックなんですけど、一言で言うと科目別に、それぞれご用意してある9月から12月今年の9月から12月にかけて長期の講座になっておりまして、1コマが30分ですね。40分の回もあるんですけど、少なく見積もって少なくとも30分で、そちらが各科目40個もある、そういった映像コンテンツ、高専特化映像授業配信のサービスですね。長期の講座になっております。もう一度確認すると、5教科の9月から12月、30分、1コマ30分で40回分ずつある、長期の映像授業配信のサービスでございます。で、それぞれの配信スケジュールになるんですけど、このような日程で今年度は配信していきたいと思います。基本的に週2を予定しているのですが、早め早めに、どんどん先取りをした方がいいということで、少し若干タイトなんですが、こちらの配信スケジュールで、長期ですね、約半年弱ですね、4ヶ月、おそらく復習も兼ねると5ヶ月ほどかかると思うんですけど、このような日程で配信していく予定です。で、カリキュラムのご紹介ですね。40回分一体どんな授業を、勉強していくのか一緒に確認していきましょう。まず国語から見ていきましょう。国語ですね、大きく分けて毎年出ている特有の問題と、あともう一つが小説、論説文、そして古文評論、この、大きく分けて、このような風に分かれると思います。で、毎年出題されている問題というものがありまして、例えば語の識別、言葉の意味、接続詞の挿入、漢字、四字熟語で終始技巧などなど、こちらすべて合わせると毎回約30点分ほど出題されているんですね。なので100点のうち30点分大体出るのが分かっているのならば、対策 しましょうよ、対策できるじゃないかということで、こちらはこの40回のうちに、全パターンですね、ほぼ全パターン網羅できるように組んでおります。で、残りの70点が古文評論、論説文、小説というふうに3つ分かれているのですが、この3つですね、多く分けて多く時間を割いて対策できるように、授業をですね、組んでおります。で、全体の流れとしては、まず国語の勉強の取り組み方、問題の解き方についてまず下地、土台を作っていきます。その後にそれぞれ毎年出題されている問題形式の演習をこなした後に、あとはもう古文評論、論説文、そして小説の演習をどんどんしていくという形になっております。これが国語のプレミアムパックのカリキュラムでございます。で、お次ちょっと見ていきましょう。数学ですね。数学はこちら、おなじみの過去問の分析表なんですが、やはり数の規則性、関数、そして幾何、図形ですね、こちらがやはり毎年毎年しつこく出題されているので、こちら中心の対策になっております。で、こちらはですね、大問1から大問4までありますが、大問2から大問4ですね、それぞれ20点 ×3 ですね、20点が3問分、大問3問分あるので、こちらの60点分を主に対策していく講座になっております。高専ね、数学がちょっと難しいというのが有名ですが、こちらの対策ですね、しっかり合格点取れるように、組んでおりますので、ご安心ください。じゃあお次見ていきましょう。お次は社会ですね。高専によっては社会の試験が課せられていない、そんな高専がありますが、社会はですね、しっかりですね、こちら過去問の分析を行ってますので、毎年出ている問題、品質の問題中心に組んでおります。で、あと広い範囲が広いので、やはりですね、全体的に演習が行き届くように、知、歴、公、地理歴史公民ですね、こちらまんべんなく広くランダム発展的な演習ができるように組んでおります。で、お次行きましょう。お次はこちらです。理科ですね。理科も数学と並んで、受験者にとっては人気の科目かもしれません。こちらも過去問の分析を行って、品質の断言、品質の分野、そちらを、踏まえてカリキュラムを組ませていただいております。こちらもですね、数学と比べて年度によっては取りにくいので、ぜひとも理科対策してほしいと思いますね。はい、そして最後英語ですね。英語も、英語はですね、大問別に形式が毎年揃っているので対策しやすいかと思います。やはり大問1で同じ文章を完成させる、大問2で会話文の読解、大問3でちょっと長い文章に穴が開いている、そして全体を、概説というか、説明する文章を選んでいく、そして大問4が並び替えで、大問5が算数の知識、計算などを交えたちょっと長い文章、そして最後が長文問題、そういう構成になっていますが、それぞれ大問1、2、3、4、6を完全対応できるように演習を重ねていく予定です。それぞれの分野が、数百問以上演習できるように組んでおります。大問5なのですが、こちらは冬季講習で、単発で、専門的に対策していこうかと思っております。このプレミアムパックでは1、2、3、4、6こちらの、対策ができるということでご承知ください。はい、そしてこちらがカリキュラムの説明終了なのですが、ここからがちょっとですね、かなり大切なお話なんですね。このメインコンテンツの下にですね、無料プレゼント、高専入試特化必須サービスパック、必須サービスパックというふうに銘打ってますが、こちらですね、条件があるのですが、国立高専志望の方が4科目以上
上のメインコンテンツですね、プレミアムパックのこちらのメインコンテンツ4科目以上受講していただけると、下のこの14項目のコンテンツを無料で差し上げます。でこれが本当にすごいコンテンツで、一個一個ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、無料です、無料なんですね。これ全部ですね、一個一個換算していくとおそらく 7,8 万円ぐらいの価値はあるコンテンツになっていきます。で3科目以上の条件があるんですけど、こちらは第一志望でサレジオ高専都立、三技高専志望の方ですね、この2つの高専は3科目が学力試験として課せられるので、3科目以上受講していただいた方には、サレジオ高専三技高専第一志望の方は3科目以上でこちらの高専入試特化必須サービスパック14項目のプレゼントというふうにしたいと思います。まとめると、国立高専志望の方は4科目以上の受講で無料プレゼント、サレジオ高専三技都立高専ですね、三技都立高専志望の方は3科目以上メインコンテンツを受講していただければ、こちらの下の無料プレゼントですね、ご用意できますので、こちらの条件を、確かめの上、ご受講ください。じゃあ早速ですね、この高専入試特化必須サービスパック、こちらをですね14個あるんですけど、一つ一つ、確認していこうと思います。で様々なニーズに対応するために、こちらの先ほどご紹介したメインコンテンツですね、こちらのメインコンテンツは必要ないけど、このメインコンテンツは必要ないけど、この無料プレゼントというふうに書いてある高専入試特化必須サービスパック単品で欲しいなと、思われている方、ご家庭案件がいらっしゃるかもしれませんので、こちらはですね単品でお求めの場合は5万円のご提供で、あります。こちら単品でお求めの場合の金額はこちらになりますので、ご承知ください。それでは早速一つずつですねコンテンツをご説明していこうと思います。一つ目はこちら、いきなりですねトップバッター、エースなんですけど、こちらフリートっていう機能がね、つい最近までツイッターにあったんですけど、もうね8月3日でなくなっちゃったんですよ。で高専学力入試予想問題全100回全部で600問の毎日配信、こちらのサービスでございます。これどういうことかと言いますと、1枚1枚、黒い、バーみたいな模様があると思うんですけど、そして、黒いバーがない模様、この、イラストがあると思いますけど、こちら問題と解説、問題と解説というふうに、セットになっています。これがですね、数学2問そして国語社会理科英語が1問ずつというふうに、高専入試と同じ形式の問題が毎日6問ずつ毎日6問ずつこのように用意されてあって、皆さんの携帯スマホパソコンに送信できる、そんなコンテンツになっています。なので全てで100回あるので、そう、すなわち 6×100 で600問ほど、こちら、毎日1日1枚ずつ解くことで、高専入試までに600問の演習をこなすことができます。しかも高専入試の類題なんですね。こちらフリーと高専学力入試購入完了ですね、購入完了時点よりすぐにお届け可能です。で9月6日から12月14日まで毎日1通ずつ配信していこうと思います。9月6日から12月14日まで、購入された方のスマホに毎日1通ずつと、届けるといった形でこちらのコンテンツご用意していこうと思います。高専入試の類題を毎日練習、コツコツ積み上げる人はどこでも活躍できる、丁寧な解説毎日の刺激があなたの目標、あなたを目標へ最短ナビゲートしますという触れ込みでこちらご紹介させてください。こちらですね、昨年度は無料でさせていただいたんですけど、せっかくなのでやる気のある方、せっかくこのね一緒に勉強していくという形で、セットで全部がっつりやる気のある方に 100回分解いていただきたいなと思ったので、今回このコンテンツ入れさせていただきました。じゃあ2つ目見ていきましょう。2つ目のコンテンツはこちらです。高専入試数学英語類題ラボですね、三技高専サレジオ高専対応ということで、こちらはですねラボというふうに書いてますが、類題を集めた、データを取り揃えている、ページのアクセス権だと思ってください。まず1つ目が数の規則性、こちら品質の単元ですけど100問ほどご用意してます、演習キットですね。でもう1つがそう、こちらのプレミアムパックの数学ご受講いただいた場合は大問2から大問4の対策ができるんですけど、こちらの特典ご用意できれば大問1ですね、大問1の類題を徹底的に集めてます。これまでどんな単元の問題が出ていたのか全てブラッシュアップ、ピックアップした状態で、そしてその後にブラッシュアップして、そして数百問演習できるようにこちらご用意してますので、大問1もこれでね対策していただければ、鬼に金棒かなというふうに感じます。で最後に英語ですね、大問1、大問2、大問4、すなわち同じ表現作りましょう、同じ表現言えますかというのが大問1、大問2が会話表現、人と人が会話しているような英文読めますかというのが大問2で、大問4が並び替えですね、会話文があってその間の、ぐちゃぐちゃになっている単語の集まりを適切に並び替えることはできますかという演習キット数百問ございます。こちら、高専数学英語類題ラボということでこちらご用意させていただいております。これが2つ目ですね。じゃあ3つ目の特典ですね、そうどんどん続くんですね、かなり強力なコンテンツなんで、ぜひともねご都合が合う方はですね一緒にこれで勉強していきたいと思ってます。そして3つ目、そうこちらやばいですよね、高専模試全10回こちら完全無料受験ご用意してます。こちらのプレミアムパック、国立高専受験の方は4科目以上、そしてサレジオ都立三技高専の第一志望の方は3科目以上ご受験いただければ、こちらのですね高専模試です、国立高専向けの模試全10回すべてですね合算したら、1回がだいたい3000円ぐらいの、コンテンツなので、3万円ほどですね、3万円ほどのコンテンツになってます。全部 10回受験すると3万円になりますよね。でこちらすべて無料で受けることができます。こちらぜひぜひご利用いただきたいところですね。やはり時間配分で実際に過去問っていうのは1回出てますから、そうそうもう出題されません。こういう風な類題だったり少しずらした問題がやはり本番、実践的な問題
題でもありますので、ぜひとも利用していただきたいですね。で、4つ目見ていきましょう。4つ目はこちらです。割引クーポンですね。これは去年のサムネイルになるのですが、高専特化冬季講習最終対策講座、今年度もおそらくやると思いますので、もし、こちらですね、受講いただく場合は 20% オフ、こちらの受講費 20% オフ、未来への投資ということで 20% オフのクーポンを、こちら購入完了後、講習の募集時にですね、購入いただいた方のメールアドレス宛てにクーポンをメールにて送信するという形で、ご提供ですね、提供させていただきます。そして5つ目見ていきましょう。5つ目の、コンテンツはこちらでございます。高専学力入試数学と理科直近12年分の解説動画になります。やはりですね、動画になってしまいますので、丁寧な分ですね、ちょっと時間が長いですね。全てで20時間です。紙媒体で解説、書店で買われると思うんですけど、そちらで少しね、足りない、よくわかんない、理解しがたいという方はですね、こちらの動画でですね、丁寧に解説してますので理解できるんじゃないでしょうか。購入時点よりすぐにお届け可能です。高専入試まで無制限で利用することができます。そして6つ目見ていきましょう。6つ目こちらです。本番まで1週間に1本授業動画か重要情報動画を配信していこうと思います。こちらは無料公開ではなくて、こちらの受講されている方向けにクローズにして、動画を配信していくという感じでですね、6つ目のコンテンツ、9月の1週目から1週間に1本のペース、最低1本のペースで皆様にお届けしていきたいと思います。じゃあ7つ目を見ていきましょう。7つ目は高専入試本番まで30分の僕との面談ですね。タニニとの LINE 通話もしくは LINE ビデオ通話の30分の面談を10回分ほど申請する権利が、こちらのコンテンツになっております。心配事だったり、直近の成績からどんな勉強法がいいのかだったり、悩み相談だったり、お気軽にお申し付けください。そして8つ目見ていきましょう。8つ目はこちらです。8つ目は高専入試推薦対策サービス、小論文、作文、面接、こちら 20% オフクーポンですね。こちらも、12月11月頃に募集をかける予定です。こちらですね、アップロードしてある推薦入試に関する動画に基づいて指導していくのですが、こんな風にですね、添削していくんですね。面接もですね、実際に自分の方にカメラを向けていただいて、用意してある面接の練習動画にのっとって面接をですね、自分でね、撮影していくんですね。でそれに関しては私が添削していくというサービスになっております。でこちらですね、ちょっと深入りしてしまうんですけど、本番までですね、無制限という風にご用意しているので、どんどん、ね、本番まで、対策することができます。昨年度はですね、25人から30人受講していただいたんですけどね、受講していただけたのですが、内試1点バッチリ取れてる方はですね、全員合格したので自信持ってお届けできるサービスでございます。もしですね、推薦入試受けるかもしれないなと思っている方は、こちらもですね、購入完了後サービスの募集時12月頃ですね、クーポンをメールにて送信する予定でございます。それでは次行きましょう。次は9つ目、チャットメールでの勉強の質問、全範囲無制限で受け付けますので、こちらご利用ください。ね、分からない問題があったら自分で悩むのも大切なんですけど、やっぱり時間の効率性も大事なので、ね、丸投げで聞いても大丈夫なので使ってください。そして、10個目ですね、高専入試アフターケアですね。これね、保険みたいなサービスなんですけど、これあんまこういう話をしたくないんだけど、もし高専入試の逃してしまったら、合格を逃してしまって私立入試だったり公立入試、こちらに臨む場合はですね、例えばですね、国語、数学、社会、理科、英語というふうに5科目あると思いますけど、皆さんが受験する都道府県の公立入試の過去問を分析して、みんながちょっと高専入試逃した後に公立入試目指すとなった時に、その受ける試験の、傾向だったり形式を捉えて、類題を各科目100問ずつ、用意して配信しますよという、もし高専入試ダメだった時の後のサポートも一応ね、この10個目につけたいと思います。じゃあ11個目こちら問題集ですね、電子ファイルなんですけど、高専入試特化類題問題集、類題コロシアム、全てで700問で、国語、数学、理科、社会、英語ですね、高専入試と同じ形式の700問ですね。昨年度ちょっとこちらの数字なんですけど、大体300名弱の方がこちらの電子書籍、電子ファイルで問題どんどん解いて最終の対策をしてもらいました。こちらも類題問題集ということで、お付けいたします。もう本当にボリューミーでしょ。もうね、僕ね、これ以上のサービスも今年度出せれる予定ないので、ぜひね、もうここで勝負かけたい方はもうこのコンテンツで、高専入試本腰入れて対策していってほしいなと個人的に思ってます。もう自分でどんどんね、先取りして余裕がある人は大丈夫なんですけど、ちょっとね、受かるかどうか分かんないけど頑張りたいと思ってる方で、いいペースで今勉強してるけど、合否がね、どっちか揺らいでる、そんな方、とてもおすすめなコンテンツですね。じゃあ12個目いきましょう。12個目はこちらです。こちらは推薦入試受験予定の方向けですね。推薦入試全国高専別、こちらは面接、小論、作文の過去問データ集ですね。一昨年と去年の受験生、数百人ほどですね、チャットだったりやり取りとかチャンネルを通してこうね、コミュニケーションしたんですけど、全てで2万字の、全国の高専の対応している、過去問データ集の、電子ファイルですね。こちらですね、コメントなので、こんなこと聞かれましたとか、谷二さんこんな試験でしたとか、あとアンケート取って、谷二さんもしね、後輩のみんなが推薦入試受けることになったらこれ役立ててくださいというふうに、過去の先輩方が残していた情報なので、こちら、全ての高専対応してます。データがございます。こちらの面接何聞かれたのか、小論文どんな話題があったのか、テーマが出されたのか、こちら、冊子にして、電子ファイルにしてお届けできますので、こちらもですね、プレミアムパックの、特典の一つとして加えたいと思いました。本当に盛りだくさんでしょう。もう全部ね、僕も、余さず出していこうかなと思って、このね、秋入る前にもうね、決めていただきたいと思っております。じゃあ13個目こちらですね、ちょっと国立高専受験の方はちょっと関係ない話なんですけど、サレジオ3期都立高専の高専アナザー模試ということで、こちらですね、サレジオ高専
専、三技高専、都立高専の、まあ、過去問は手元にあるんですが、なんとかね、ご協力いただいて手元に、ゲットできたんですけど、こちらのですね、模試ですね、国立高専向けの高専模試しか今、ちまったというか、業者が作ってませんので、サレジオ向け、三技高専向け、都立高専向けの、模試も、やっていきたいなと思っておりまして、こちらですね、国立高専の模試の第1回、第3回、第5回目で開催していこうと思います。なので、9月、11月、1月の末で開催する予定なので、こちらも無料受験券、特典の中に入っておりますので、ぜひともですね、プレミアムパックの、長期動画の配信サービス、ぜひ国立高専の方は4科目以上で、サレジオ高専、都立高専、三技高専の方は3科目以上取られることで、こちらすべて無料でゲットできますので、ね、お申し込みいただければと思います。そして最後ですね、最後は2学期末、3学期中間、3学期末の、定期試験の過去問50回分それぞれご用意しております。こちらもですね、内申点最後まで必要になる方たくさんいらっしゃると思いますので、過去問を使って定期試験の点数しっかり80点90点取れるように、こちらの過去問を使って最終リハーサルで、ご利用、ね、いただければと思っております。はい、ということでですね、全部で14個ですね、盛りだくさんの強力なコンテンツ、こちらがある一定条件を満たして受講いただくと全て無料でゲットできるということでご紹介させていただきました。はい、こちらの14個ですね、こちら単品でお求めの方ですね、メインコンテンツである動画はちょっとノーセンキューという方で、こちら単品で、高専入試特化必須サービスパーク、こちら14項目を単品でお求めの方は5万円でご提供できますので、申し込みフォームしっかり見ていただいてお申し込みいただけると嬉しいです。はい、最後にちょっとね、まとめていきたいと思います。諸情報です、受付は8月21日本日から9月31日まで、お申し込みを、開こうと思っております。で、合わせてこちら費用は1科目2万円1科目2万円になっております。長期コンテンツですが、やはり1コマ1つの動画に直すと500円なので、どちらかというとリーズナブルにご提供できるかなと思います。そして3つ目、特典なのですが、国立高専受験者は4科目以上のメインコンテンツの受講、そしてサレジオ高専、3技、都立高専志願者の方、第1志望の方は3科目以上で、無料でこちら特典をお付けできます。単品購入で5万円なので、もし単品で、ご利用の方はこちらご利用ください。高専入試特化必須サービスパックでございます。で、4つ目、期間なのですが、メインコンテンツですね、動画の配信期間すべてで40コマあるんですけど、第1項から第40コマで9月6日から12月21日まで、こちら配信になっております。ですので、第1発目が9月6日配信で、12月21日が最終回になります。で、映像自体は受験日まで閲覧可能で、最後の1ヶ月ですね、1月丸々と2月の最初の週で復習なり最後の確認で使っていただけるようにしております。はい、映像自体は受験日、高専入試まで、利用可能なので、ご心配なく、12月21日になったらすべて見れませんみたいなことはないので、ご心配なさらず、高専受験までご利用可能です。で、最後ちょっと微考なのですが、ちょっと条件が複雑な、今回 のご紹介なので、例を少しね、確認していこうと思います。例えばメインコンテンツ、例えば社会以外、国語、数学、英語、理科を取りたいです。で、この場合4科目受講になるんですけど、この場合は無料で特典をつけてきますね。で、特典が無料なので4科目で2試が8で受講費が8万円というふうになります。で、お次ちょっと例、ケーススタディということで見ていきましょう。5科目受講、もうね、谷二さん全部任せます、頼むよって言って5科目受講いただいた場合は、特典をつけてきますね。で、受講費が10万円というふうになります。で、3つ目の例を見ていきましょう。3つ目は谷二さん、僕ね、しっかりね、死に物狂いで勉強してるから、多分ね、自力でなんとかなりそう。だからね、一番不安な、まあ、この科目、1科目だけ受講したいですという方は、特典は無料ではお付けできません。なので、この場合は、受講費が2万円になります。はい、こんな感じでね、検討いただけると嬉しいんですね。で、最後ですね、2科目受講の方、じゃ例えば、数学と理科受けたいなと思ってる方がいらっしゃったら、2科目受講で、特典は、お付けできませんね。この場合は、高専入試特化の必須サービスパックを単品購入したい。こんなパターンだとしましょう。この場合は、受講費が2人が4、ね、2万円 ×2 で4万円プラス、こちらの高専入試特化必須サービスパックの単品購入なので、単品の価格の5万円を足すことの合計で9万円の受講費になります。こんな感じでね、計算していくので、申し込みフォームでちょっとね、選択できるようにしてますので、ぜひぜひご覧ください。はい、ということで、概要欄より、お申し込みができるようにしておりますので、紹介ページに行った後にお申し込みページに飛べるように、設定しておりますので、いつも通り、もしね、この講座、このコンテンツ、使えそうだなと、僕に合いそうだな、私、これちょっと受けてみたいなと思っていただいた方は、ぜひお手伝いさせてください。今回ばかりはもう僕の持っている力だったりデータだったり、そういう情報を余すことなく全部盛り込んだつもりなので、もうね、ぶっちゃけて言うと、多分冬季講習も最終対策講座もそれなりにね、去年を超えるような、素晴らしいものは作る予定なのですが、おそらくこれを超えるようなものは多分できないですね。これが最大の、まあ、皆さんをサポートできる最後のコンテンツになると思うので、もしね、このタイミングで一気に勝負をかけたい方は、お母さんとお父さんとよく相談して、この講座を受けるかどうか相談してみてください。はい、ということで、高専合格プレミアムパック、昨年度受講者の高専合格率は 96.7% ということで、今回のコンテンツ紹介させていただきました。もしね、僕には手伝うことができれば、お手伝いすることがあれば、お申し込みフォームから、もしね、皆さんのチャレンジ、申し込んでくれると、しっかりね、ご案内しますので、一緒にね、頑張っていきたいと思います。もちろんね、普段もどんどんまたね、情報だったり、皆さんのためになるようなことがあれば、動画にして発信していきますので、これからもですね、秋、冬になって、だんだんね、ピリピリする雰囲気が漂ってくると思いますが、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、今回はね、大事なお話ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。それでは、今回、商品のご紹介、コンテンツのご紹介でした。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel. あなたの選択肢に高専を。